10月16日、豊川稲荷とその周辺で、ほいとも祭2022が開かれました。ほいとも祭は、本町商店街、豊川稲荷、豊川商店街、門前通り商店街から一文字ずつ取って名付けた毎年恒例のお祭りで、今年で6回を数えます。豊川市商店街連盟ほいとも祭実行委員会が主催となり、豊川稲荷を中心とした町を盛り上げることが狙いで、豊川の秋を彩るお祭りとしての周知を目指しています。豊川ブーブーマーケットや豊川手仕事市など様々な催しが行われました。こちらは豊川ブーブーマーケットの様子です。会場にはキッチンカーがずらりと並び、来場者がお気に入りのグルメを買い求めてお腹を満たしていました。こちらは豊川ブーブーマーケット内の豊川農業市です。市内の農家の皆さんが丹精込めて育てた旬な野菜が並びました。次回の農業市は11月13日に赤塚山公園で午前9時から開かれます。またこちらは本部特設ブースの様子です。市内産のお米や鮎の甘露煮、洋菓子など豊川市観光協会による豊川ブランドの販売や、東部中学校の親父の会によるメダカすくいが設けられました。メダカすくいによる収益は東部中学校のグラウンド整備や部活動を支援する費用に充てられるということです。参加した子どもたちは夢中になってメダカをすくっていました。一方、豊川稲荷では豊川手仕事市が開かれました。ハンドメイドの作品やワークショップのブースが並んだほか、音楽祭として東部中学校吹奏楽部や豊川高校和太鼓部などの演奏が行われ、会場を盛り上げていました。各エリアでもう本当にたくさんの方が参加していただきながら、イベントを盛りだくさんに盛り上げさせていただいております。また豊川稲荷、これを中心にですね、この豊川市門前を中心にした、商店街もそうですし、もう皆さん全国からね来ていただけるような何か特色を持ったものにねどんどんと発展していくと思いますし、もう本当に豊川に来て何かねやってるなということで楽しんでいただけるようなイベントに毎年これからもね続けてまいりたいというふうに考えております。